皆様こんばんは、カズチューブです。今夜3本目です。今回はね、もう野球の話はしないです。カズラジバージョンです。なんだ野球の話じゃないんだと思って、聞いてくださらない方もいる。だけども、逆にそれがいいと思って、いいと言って、聞いてくださる方もいる。様々ですね。今回はカズラジバージョンで野球の話はいたしません。僕はこの回が、こういう回がとっても好きでね、もちろん野球の回も好きなんだけども、こっちもカズチューブなんだよねということなんで、で、あの月曜日に僕が、月がおぼろげに、あの時は濁って見えたと申し上げました。つまりそれは PM2.5 と黄砂によって月が霞んで見えた、まるでこう濁った水の底に映る、そんな月のように見えましたという表現をしたら、美貌録さんがおぼろ月夜、おぼろ月夜というのは昔から日本人は大好きなんだよね、おぼろ月夜の歌詞、唱歌です、を書いてくださった。なんと美しい日本語なんですことという話で、それを受けて僕が高野達之さんという方が書いた詩で、唱歌でという話をすると、その高野さんの生誕の地にほど近いところにお住まいの上野高根さんが、くださったお便りには、千曲川のほとりに咲く菜の花をイメージした詩であるということを教えてくださいました。その千曲川ということを表現する際に、上野さんは日本で一番長い川、日本一の千曲川というふうな表現をされました。で、僕らは日本一長い川というのは地理の時間に信濃川って習ってるんでね、社会科の、小学校の社会科でね、地理じゃないね、社会科の時間に。で、実は長野県内を本当にこう蛇行しながら曲がりくねる、線の曲がると書いて千曲川です。まあ、そんな蛇行しながら流れていた川が新潟県に入ると信濃川という名前に変わって、そのまま日本海に注いでいくということ。つまり同じ川なんだね。あの流れる場所、国によって呼ばれている名前が違う。だから信濃の国を流れている時には、まあ、そこは千曲川、逆に越後の国に入ると信濃川、信濃から流れていた川ということなんでしょうね。信濃川という名前に変わっていく。まあ、国土交通省、昔の建設省、一級河川、まあ長さという点でいうと、この信濃川一番長い川なんだけども、かっこ千曲川を含むということで書かれているそうです。まあ、そんな話をしました。前置きは長くなってしまいましたが、眼鏡が違う、ドリームスカムトゥルーさん、カズラジバージョンありがとうございました。千曲川と信濃川、別の川だと思っていました。地理が苦手な私にはとても勉強になりました。おぼろ月夜と聞いて私が最初に思いついたのは源氏物語のおぼろ月夜の君でした。源氏物語はいろいろな女性のさまざまな生き方が書かれている物語で、たくさんの作家さんの現代語訳を読みました。どうでもいいお話を書いてしまいましたということで、とんでもございませんよ。ありがとうございますね。あの源氏物語のおぼろ月夜の君出てくるんですね。おぼろ月夜の君、なんでおぼろ月夜の君というふうに言われていたかと言いますと、大江の千里さん、大江千里じゃないよ、大江の千里さんが書いた、新古今和歌集に入っている歌、照りもせず曇りも果てぬ春の夜のおぼろづくようにしくものぞなきという歌を読んでいる女性に光源氏が惹かれていくわけですよ。惹かれて一目惚れをしてしまう、そんなお話になって、それでその女性のことをおぼろづくようの君なんていうふうに読んだそうなんですね。源氏物語は非常にこう難解でね、文体文章も僕は大嫌いな、物語でしたけども、まあその光源氏ね、光源氏、源氏物語といっても、あの平家物語の平家と源氏じゃないよ、あの鎌倉殿の13人じゃないからね、光源氏が一目惚れしてしまう。今読んだ歌、どんな歌かというとね、まあ、照りもせず曇りも果てぬ春の夜のおぼろづくようにしくものぞなく、しくものぞなきか、ね、要するにさやかにこう照るわけでもなく、かといって完全に曇りって陰ってしまうわけでもなく、おぼろに光る月、あのおぼろ月夜のあの月に勝る美しさはないよという、日本人が好きなんだよ、オンオフ
もう100か0かじゃない、その中間がなんとなく好きだという感じが日本人の感性に合うんですね。だからおぼろ月夜というのを、おぼろ月というのを、かすんだ月を、古来から日本人は愛していたんですね。それを僕は濁った月と表現する、こんな無礼なことはない。ただそこには昔と違って今は PM2.5、 単に黄砂によってかすんでるだけじゃない、 PM2.5 がこれ光害ですから、これがより月をかすめていると考えれば、それは濁ったと表現してもいいのかなと思ったりまして、弁明はしております。そんなことでございますね。はい、ありがとうございます。おぼろ月夜の君思い出したドリームスカムトゥルーさん、ありがとうございます。みーぽんさんです。こんばんは。改めて正しい日本語の美しさ、信濃川と千曲川のお話をありがとうございますということで、なるほど、ありがとうございますね。それからですね、いくつか頂戴しているんだ、まだ。つづれおりさんです。季節で何を感じるかのお話ですが、私は花です。気取ってるわけではありません、笑い。もともと散歩の趣味があるのですが、数年前から道端や野山に咲く花に目が行くようになりました。意識し始めると、花って身近に結構たくさん咲いているんだなと気づいて、知らないままではもったいない、これらの名前を知りたいと思うようになり、図鑑を購入しました。いいね。花を見つけては写真を撮って家に帰って図鑑で調べるというルーティーンが出来上がりました。素晴らしい。花の名前を調べるアプリ、そう、あの花をさ、携帯でかざすと名前出てくるアプリもあるんだよね。アナログな私は図鑑で調べます。これがまたこの手間がいいんだよね。おかげでたくさん覚えました。好きな花もたくさんできました。先日は、わ、大犬のふぐりがもう咲いている、そんな季節かと一人でテンションが上がっておりました。これからの季節は花が一気に増えるので楽しみです。長文失礼いたしましたということ。花で季節を感じる、草花でね、それに関連して花粉で季節を感じる人もいるわけですよね。ありがとうございます。でもいいですね、図鑑を買って調べるというその作業が僕は、素晴らしいというふうに思うわけであります。ありがとうございます。さて、この前文春オンラインで大前が書くという話、今年も去年は1回だけの登場だったんだよ。田中大輝監督が僕を1回しか起用しなかった。だけど1打数1安打だった皆さんのおかげで、で去年は球場に流れる音楽について僕が書かせてもらいました。で今年は何を書くのかちょっとまだ決めかねておりますが、美貌録さんで、あれはね、対戦があって、で当時去年僕はソフトバンクの田尻さんの書いたコラムとの対戦だった。田尻さんもプロのライターですから、いい原稿書かれるんだ。でも皆さんのおかげで僕の方がヒットボタンが多くて勝ったという、まあ、それでコラムのペナントレースを戦っていくと。いかに知り合いやヒットボタンをしてくださる方が多いかで勝負が決まる。文章の優劣じゃないんだ、ね。で、美貌録さんが、ついにオファーが来ましたか、文春野球コラム、絶対に負けられない戦い、ムムと書かれておりますが、今朝から早速動いております。会社の同僚部下に文春オンラインのアイコンをスマホのホーム画面に貼り付けてもらうところから始めております。素晴らしい。前回以上の票は集められると思います。嬉しいな。山岡大輔命でピザーラでバイトをする娘、これが20歳を過ぎてようやく使えるようになってきておりまして頼もしい。ピザーラの同じ店の十数人と学校の友達9人ぐらいは任せてくれと言っておりました。頼もしいね。娘をこれからも頼むぞというお父さんおっしゃってますよ。家内は職場の数人ぐらいやったらいけるでとのこと。脳梗塞から不死鳥のようによみがえった家内、まさにフェニックス、さすがです。せがれはやや消極的で、あれ、病院内にオリックスファンのドクターがおられるとのことで、その先生に声をかけてみると言っておりました。よろしく頼んだよ、せがれよ、もっといけるだろう、自分の殻を破るときは今だとお父様がおっしゃっております。そんなこんなで大前等の我が家大いに盛り上がっております。一番盛り上がっているのは無論私でございます。本当にありがとうございます。皆さんもヒットボタン、僕が書いたら、とりあえずもう読むか読まないかじゃなくて、もうとにかくヒットをしてください。それから読んでいいと思います。ありがとうございます。それから山っちょさん、カズラジバージョンありがとうございます。千曲川のお話勉強になりましたということで、
野球系の少しお仕事が入った感のあるお顔よりも、完全にプライベートの優しいお顔とトークが素敵です。そうかな、一緒だと思うんだけどな。文春野球クラブ今から楽しみです。大輝監督ローテで回してください。もう監督が使うか使わないかだから、はい、今年はとりあえず初めの方に一回使ってもらえますんで、それがうまくいけばまた使ってもらえるかもしれない。大前で言ったら勝てるというふうに踏んでもらわないといけないんでね、監督の起用に期待したいと思いますね。総牛さんは文春オンライン開幕切り込み隊長、これは必勝ですね。まあ、切り込み隊長なのかどうか分かんないんだけども、あの早いうちだよね。用いる全ての手段を使いヒットさせていただきます。その前にどんな記事を執筆されるのか楽しみです。これがまだ全然決まってないな。どうしようかな。また書いたらご報告申し上げますね。それからたくさんね頂戴してね、このカズラジバージョンをね好きと言ってくださる方も中にはね、いるんだ。谷健さん、野球バージョンはもちろん好きなのですが、野球の話をしない通常バージョン私も好きです。今日はどんなトークされるのかなと楽しみにしております。なんか野球ネタよりも楽しみにしている時もありますということでね、ありがとうございます。そう言ってくださると僕もおしゃべりのしがいがある注文でございますね。まあでもね、野球のね、野球のチャンネルという感じが多いんでね、印象が強いんでね、そんな話もお前がしてるっていうね、ことでございますんで、まあ、もしよければまた、野球ファンの方にも、もちろん聞いていただきたい、ということでございますけども、はい。というわけで、今回どんな話をしたのかなって、おぼろ月夜の君の話をしましたね。だからおぼろ月夜っていうのは日本人好きなんだよ。だからもう照るか曇るかどっちか分かんない、でもなんとなくかすかに見えてるなっていうあの感じが好きなんだろうね。もう100か0かオンかオフかじゃない、だからイエスかノーかってよく日本人は迫られるけども、だけどその中間でも、いやイエスでもないんだけどもノーでもないしさ、どっちしようかなっていう、そういうこの曖昧な感じが日本人は好きなんですよね、やっぱりね。だから誰かが言ってましたが、ホタルの明滅、ホタルってすごく日本人の感性に近い、心揺さぶる光り方をする、あれもね、明滅、明るい、滅は滅亡の滅、明滅、光ったり、消えたり光ったり消えたりという感じの中でも、あれもね、なんかあれ消えたのかな、ついたのかなっていうかすかな感じが日本人の感性に近いんだろうなというふうに思ったりもしますね。だからおぼろ月を古来から日本人は愛していた、それを濁ったという表現をしたお前は少し反省をしておりますが、ただ昔と違って今 PM2.5、 さっきも言いましたが公害も混ざっている、ということでね、おぼろ月夜が、あの美しいおぼろ月夜が濁っているというふうに表現するのが正しいのかもしれません。今回も最後までご視聴ありがとうございました。明日は巨人戦だぜ。